どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、タウンホール9必見でございますよ。バルキリー14体編成、早速見ていくことにしましょう。はい、こちらは五右衛門ジャパン矢野さんのリプレイでございます。タウンホール9、うちのエースですね。はい、見ていくことにしましょう。まず編成バルキリー14体、ホグライダー10体ということで見ていきましょう。まずはですね、3時方向、12時方向、ガーゴイルで削っています。これはサイドカットです。なのでそのバルキリーがそれたらね、14体もいるんですよ。そのバルキリーがそれたらもうおしまいです。なのでバルキリーをですね、流さないようにしっかりとガーゴイルでここは慎重にサイドカットしていくということが求められますね。そしてゴーレムを出していきました。そして、ウィザードを数体出して、そして反対側にもゴーレムを出していきます。こちら円滑にですね、サイドカットをするためにウィザードをすぐに出してます。こちらも非常にいいと思いますよ。そしてこちらもうまい、穴開けが非常にうまいです。さあ、そしてゴーレムを中心部に引き寄せて、ジャンプの呪文のかけ方も非常にうまいです。ここでですね、バルキリーを出します。相手の敵の援軍のですね、ドラゴンのターゲットが取り終わったタイミングでバルキリーを出すことによって、バルキリーが死なずにですね、直進してくれるので、そしてアーチャークイーンがドラゴンなどバルーンなどを処理してくれるので、こちらも非常に慎重になっていると思います。ぜひともタウンホール9の方もこういう出し方ぜひとも真似してみてください。そして中心部に入ったバルキリーを救済するためにですね、バルキリーやゴーレムとか、あとはバーバリアンキングですねを救済するためにジャンプを出します。そしてやはりバルキリーは中央突破はしていくんですけれども、周りの施設っていうのはどうしてもこう残ってしまうんですよ。なのでホグライダーを出して、しっかりと中心部にいて周りからの攻撃が受けてしまうとですね、もう結構溶けるのが早くなってしまうので、しっかりとサイドの防衛施設も破壊していくというのが考えられています。このバルキリーの数ですよ、残ってる数がまあ今4体ぐらいですかね。14体いて、残ってるのが4、5体ということは、やはりタウンホール9でもですね、やはりその、攻撃力っていうのがあるんですよ、防衛施設の。それをですね、しっかりと、要するに、バルキリーが14体いて10体近く、まあ、もう死んでいるということは、結構ね、厳しいんですよね、やはりタウンホール9でもね。なので、このようにして、バルキリーを多めに持っていくことによって、安定感も得られるかなと思いますね。ここで注意点なんですけれども、先ほどもねめっちゃ言ってましたけども、ガーゴイルでサイドカットしてましたけども、あのバルキリーそれたら終わりなんですよ。要するに 18×4 枠なくなって、 18×8 枠ですか、 14×8 枠、これねそれたらもう大惨事なので、ぜひとも皆さんこちらをやる際にはサイドカット、そして相手の援軍にやはりドラゴンが入っていることが非常に多いので、バルキリーの出すタイミング非常に気をつけてやることをお勧めいたします。ということで今回は矢野さんのリプレイでした。こちらね、まあ、今までのバルキリーとかですと、まあ、そのバルキリー8体、ホグライダー12体で、ゴーレム3体とかやってますけどね、今回バルキリー14体ということで、ぜひとも皆さんやってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。